こんにちは。こんにちは。ウバルです。ダラです。今日なんてめちゃくちゃいいエピソードになりそうです。うん、そうそうそう、キャプテン翼戦いドリームチームの BGM を作ってくれてるサウンドチームの2人のイケメンの極みが登場してくれるっていうことで、ちょっとインタビューさせていただきたいですね。やいね、去年のドリームチャンピオンシップでは実際に皆さんの前で、演奏などもしていてダサいです。このクラブサウンドチームにインタビューしようと。あとそれだけじゃなくて最後の方めちゃくちゃいいお知らせあるので最後までちゃんと見といてくださいな。ね。ね。あ、それでは自己紹介してもらいましょうか。花輪さん、はい、自己紹介してもらっていいですか。はい、皆さんこんにちは、クラブサウンドチームの花輪と申します。キャプテン翼戦えドリームチームではサウンドディレクターをやりながら、曲を作ったりしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。続いて直江さんから自己紹介いただいてもいいですか。はい、すいません、はい、クラブサウンドチームの直江と申します。キャプテン翼戦えドリームチームでは、効果音や、曲の制作をしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、僕今日いろいろ質問用意してきましたので聞きたいんですけど、じゃあ今キャプテン翼戦えドリームチームの BGM を作るとき、どこやりがい感じるのかなっていうのを教えていただければと思います。はい、自分はやはり、世界中の多くの方々に、曲を聴いてもらえるというところにやりがいを感じています。あとはやはりそのチームだったり選手によってこう様々な、特徴だったり、まあ、攻撃的なプレーをする人だったりディフェンスがすごい強い選手だったりとこうかなりカラーが存在するので、それに合わせてこう曲のテーマとか雰囲気を作っていって、キャプテン翼戦えドリームチーム風のこう BGM に落とし込んでいくっていうところがとても楽しくやりがいを感じています。じゃあ続いて私から質問あります。直江さんに質問あります。はい、BGM を作るときにどこが一番楽しいですか？そうですね、まあ、このキャプテン翼ドリームチームのゲーム性なんですけど、うん、まあ、非常になんかスピード感のあるゲーム性でなので、まあ、その速さに合わせて、まあ、疾走感だったりとか、まあ、力強いメロディーのあるこう主張したロックとかメタルを作ることは非常に多いんですけれども、まあ、そのゲーム性に合わせて、あ、これは今回しっかり盛り上がれた曲作れたなって時は特に楽しいですね。もう一つ質問があって、はい、今の戦い、キャプテン翼戦いドリームにの中で実現させたいこととか導入したいこととかってあります？そうですね、一番そのリリースされた時からずっとやりたかったことがあって、各試合の時の BGM だったりをこう自分で設定できるようにとか、アプリ内で BGM を聴けるようにとかっていうことをしてみたいなとは思ってます。あ、はい、正直それ多分ユーザーめちゃくちゃ喜んでくれるんですよ。はい、じゃあ今まで作ってきた BGM の中で一番気に入り曲教えてもらっていいですか？はい、自分の方から、自分のお気に入りの楽曲は、はい、ザ・盆踊りという楽曲がございまして、はい、夏祭りイベントの時に、使われている季節限定の楽曲なんですけど、曲名の通り盆踊りをテーマにした、曲になっていて、それをさらにこうキャプテン翼戦えドリームチームのロックな、曲の雰囲気に合わせていった楽曲になっています。かなり飛び道具というか今までの疾走感だとかかっこいいっていうイメージをこう一気に変えた楽曲だったと思うんですけど、今でも記憶に残ってるのが、社内で、プロデューサーとかプランナーの方にチェックしていただくときにオフィスでスピーカーで結構大きい音で流してたんですけど、その時に割と周りが騒然としてなんだこの曲はみたいなことが、はい、起こったのが今でも記憶に残っています。あ、そうだ、はい、面白いですね。じゃあ直江さんの方ちょっとお気に入りの BGM の曲教えてもらっていいですか？あ、はい、そうですね、僕だったら、サウジアラビアの試合曲で、まあ、レイド・オブ・ザ・サンドストーム
まあ、ちょっとごめんなさい、英語読みがちょっと合ってるかちょっとわかんないですけど、合ってます心配になっちゃって、まあ、という曲で、まあ、あの中東の音階や、まあ、楽器とかを取り入れた、あの曲で、まあ、後半のサビで一気にガツンと盛り上がるような、まあ、曲なんですけど、まあ、この曲があの、まあ、この曲で初めてその僕はこの会社に入ってから花さんにギターを弾いていただいてもらって、まあ、そのリードギター そのサビのドア玉のギターの決まりが本当にあの気持ちいいくらいかっこよすぎて、もう僕の中でこれは多分いい、まあ、死ぬまでに、まあ、多分聴く曲だなみたいな。いいですよ。いいですよ。あ、いいですね。はい、最後に世界でキャプテン翼戦いドリームチームを、遊んでくれてる視聴者へメッセージをください。はい、自分から、なかなか直接お礼を言える機会がないので、はい、この場をお借りしてお礼を申し上げます。いつもキャプテン翼戦いドリームチームを、プレイしていただきありがとうございます。先ほど、いろいろ喋った BGM もですが、効果音だったりも、すごいこだわって作っていて、かっこいい必殺技がとてもたくさんあるので、ぜひそちらも聞いて、プレイしてみてください。今後も、キャプテン翼戦いドリームチームをよろしくお願いいたします。クラブサンドチームの、オフィシャルの、ツイッターのアカウントがあります。もしよろしければ皆さん、フォローしていただけると嬉しいです。で、つぶやきの中にサウンドに関わる技術的なティップスだったりとか、まあ、メンバーの日常を垣間見えるようなアカウントになっておりますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、今日クラブサウンドチームのお二人に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでインタビューが終わりました。で、最初言ったんですけど、今日はいいお知らせがありますね、ルバーダさん。めちゃくちゃいいお知らせあります、うん、教えてください。なんて、今後定期的に毎週の金曜日に、うん、キャプテン翼戦いドリームチームの BGM の一曲をYouTube チャンネルに上げることになりました。皆さん楽しく聴いていただければと思います。はい、あとどんな BGM が聞きたいのがコメントで教えてください。教えてください。あと他に登録と、うん、ベル忘れないでね。忘れないでください。じゃあバイバイ、またね、バイバイ、バイバ自己紹介すでにゼミ、登録のボタン押すの忘れずに、みんなと一緒にやるのに力貸していただかないと無理無理。